こんにちは、ミサグリーン放送局始まります。今日は最強のマイクをご紹介します。それがこちら、じゃじゃーん。ということでこちら、シュアの MV7 マイクでーす。これね、ポッドキャストとかね、マイクロフォン、ダイナミックマイクとかね、いう風に言われているみたいで、とてもいいマイクですね。はい、アマゾンだと今は 29,800 円で売られています。ゲーム配信者とかね、動画を上げたりする人にめちゃくちゃいい機能がついていて、それも後で紹介するんですけど、まずね、言いたいのがね、シュアの、これね、SM7B っていうね、とても有名なマイクがあって、それがね、マイケル・ジャクソンのスリラーとかで収録されたマイクがあるんですけど、それのインスパイアされたモデルがこれなんですね。iPhone とか、あとパソコンにつなげやすくね、なってるんですよ。USB1 本でつなげられるような構造になってまして、まぁ、ちょっとね、開封していって、中身紹介していきたいと思います。このマイクなんですけど、マイクスタンドとかアームとかついてないんですよ。なので、結局ね、これ買いました。安くて、なんかいい商品みたいな感じだったんで、スタンドですね。はい。こういうの買ってみました。オープン。Welcome to Better Sound って書いてあります。中身開けてみたらこんな感じ。ドーンとね、マイクが入ってますね。マイクを、まず取ります。これはなんだ、これ変換するやつですね、マイクによって。で、あとは、これが、説明書みたいな、あとクイックスタートガイドですね。英語で書いてありますね。サービスセンターの紙が入ってます。これアプリのなんか宣伝のやつかな。ケーブルが入ってきます。これマイクロ USB と USB-C のケーブルと、あとこれが、マイクロ USB とマイクロ USB-A の、ケーブルが入ってます。ではね、マイク取っていきたいと思います。はい。おー、かっこいい。光沢は抑えつつも、ややね、ツヤのある感じで、いいですね。で、こっちがね、XLR とかいうやつで、一般的なマイクとかに差し込むやつで。で、こっちが、モニター用の、やつですね。自分で、ヘッドホンとかつけて、音声を確認できると。ここのマイクロ USB がね、この商品の売りでして、マイクロ USB と USB-A でね、このマイクと、パソコンを繋いだりすると、もうそれだけでね、マイクとして使えるんですよ。まあ、もちろんね、OBS とかソフトは使ったりとかもするんですけど、いや、本当にね、シンプルでいい音が出せるような、そんなね、マイクになってるかなと思います。だから、リモートワーク、オンライン会議とかね、する人とかは、このマイクでいい音を出して、会議とかね、参加することもできるんですよね。コンパクトなので、旅行先とか、まあ、ちょっと出張先とかに、移動するときに持ち運べるっていうのがね、大きいのかなというふうにも思ってます。マンプとか持ってかないで、これだけを、これとまあケーブルとかね、必要なものだけ持ってけば、つなげられるので、それはすごい便利ですね。ちなみに言うの忘れたんですけど、このマイクね、外せるんですよ。外すとね、こんな感じ。うん。これね、あった方がいいみたいですね。はい。というわけで、今ね、シュアのソフトの、シュアプラスモーティブを入れました。でね、このソフトをちょっといじっていきたいと思います。ちなみに今もう、シュア MV7 の、マイク使ってるんですけど、音質どうですかね。綺麗ですよね。うん。ノイズとかもね、もう今の段階で少ないかなと思っています。ではね、ちょっといじっていくんですけど、はい。プリセット、セーブ、まあ、こんな機能とか、マイクミュートとかあったりとかして、マイクゲイン、これもいじれたりとかします。で、EQ なんですけど、まあ、このね、フラットの他に、ハイパスとか、プレゼンスブーストとか、あとハイパス&プレゼンスブーストとかっていうのがあります。はい。で、まあ、あと他に、まあ、オートレベルっていうのもあって、これですね、ニアとファーっていうのがあるんですけど、まあ、近い場合はニアで、遠い場合はファーっていうのがあります。はい。自分はね、結構ね、透明になってるんで、まあ、ファーでもいいんですけど、まあ、今は比較のためニアにしておきます。はい。トーンですけど、今ナチュラルですね。自然な状態で、まあ、ダークって言ってね、ちょっと、引き締まったような
コインある、低めのコインあるっていうのもあります。他にもね、ブライトっていうのもありまして、これが明るくっていう意味なんですけど、ちょっとね、声が明るい感じで聞こえてるのかなというふうに思っています。はい。そんな感じで、いじることがね、できますね。うん。まあ、他にもね、いろいろいじれる機能はあるかと思うんですけど、自分的には、今、この、種類のものを、紹介してみました。それでは、フォートナイトをやっていきたいと思います。それでは、降りていくー。歌ってみたをやってみようと思います。夢ならば、どれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように。古びた思い出の誇りを払う。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共にって感じですね。はい。このね、マイクで歌ってみたっていう動画ね、出してる人もいると思うので、ちょっと歌ってみました。いいとこした。はい、そんな感じでね、このマイク、まあ、あんまりマウスとキーボードの音気にならなかったんじゃないかなというふうに思いました。ということで、ね、今後、マイクをね、調整しながら動画を配信していくっていうことがね、増えると思うので、ぜひその際はチェックしてみてください。本当にね、綺麗な音声が取れる素晴らしいマイクだと思いました。以上、この動画よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。